それでは冒険に出ることをママに伝えに行きましょう。なのですが、その前に初ゲットをしていきたいなと思います。あ、誰か出てくるね。マックルちゃんが出てきました。おそらく虹色パーティーには入れないんじゃないかなとは思うのですが、ポケモン図鑑を埋めなきゃいけないのもあるし、測定もしてみたいので、ここはゲットしていこうと思います。たくもう一回すると倒してしまうかな。もう一回、いけるんじゃないかな。と、モンスターボールもいっぱい買ったしね。行きましょう。わー、ギリギリ。よし、よしよ。いいんじゃないかな。ここでモンスターボールを投げます。虹色パーティーに入れなかった子は、一応ニックネームはいいかなと、今の宝余っております。ゲットしたね。マクルを捕まえました。経験値ももらって、シアンくんもレベルアップしていきたいところ。それでは測定していきましょう。測定結果はこちら。やっぱり虹色パーティーには入れなかったのですが、意外と赤みが強い子だったのかな？ね、ちょっと無罪が多かったから入れなかったけれども、ちょっと意外な結果となりました。そして、手持ちに入ってしまっているので、このままだとバトルができないので、速やかにボックスに戻しましょう。クルを移動させておきましょう。このように、虹色パーティーに入れなかった子を捕まえてしまった場合は、速やかにパソコンにお送りすることになります。なので、入らないんじゃないかという子を捕まえるかどうかはちょっと悩みどころでもあります。ではでは、双葉タウンに帰ってきました。ママに報告をしに行きましょう。と、言ってくれて、冒険ノートをもらいましたね。あ、ゴローママ来た。すみません。こちらにゴロー来てます？来てないけど。そうですか。じゃあもう行っちゃったんだ。困ったなあ。あの子、冒険するからってそれだけ言って飛び出しちゃって、ゴローらしいね。向こう水で無鉄砲だから、これだけは渡しておきたかったのに。大丈夫。メイが届けてくれるわ。そうね。そうね。ね、メイ。これは同じく冒険ノートかな？メイちゃん、これゴロに届けてね。お届け物を手に入れた。じゃあ、ゴロのことよろしくね。ゴロママはおっとりしてて、それはそれで好きだな。ではでは、行きましょう。あ、メイ、大事なもの忘れてるわよ。なんだろう。帽子？お帽子かぶったかな？うん。やっぱりメイはその帽子がよく似合うわね。じゃあ、いってらっしゃい。わー、ここから始まるのですね。そして家の前で見送ってくれるのね。これはリアルなメイのママもね、家の前まで見送ってくれるタイプだから、ちょっと感慨深くなっちゃうな。と言ってたら、また出てきましたね。ピッパー。この子も虹色パーティーには入れないと思いますが、ポケモン図鑑を結構しっかり埋めなきゃいけないかどうかがわからないので、なのと、まだまだ序盤なので、一応ゲットして測定していきましょう。最初の方だから捕まりやすいんじゃないかなとは思うんだけど、どうでしょう？よし、無事ゲットができました。ではでは、この子を測定してみましょう。測定結果はこちら。意外とね、大々系に分類されたので、この子は虹色パーティーに入れることとなりました。意外、なんか、でも無彩ではないもんね。茶色みが入ってるから。なので、この子には大々系のお名前をつけていきましょう。あなたはアンバーくんです。アンバーっていう色の名前があって、オレンジ、橙色の中で、ちょっとこう、茶色みの強いお色味のお名前にしました。ではでは、アンバーくんを連れて行きましょうと言ってたら、モクロちゃんが出てきたので、ここはもうゲットもしているので、逃げるで行きましょう。ではでは、寿シティを目指していきましょう。まずはマサゴタウン。一旦ここは回復してから進もうかな。ではでは、回復ができたので行きましょう。寿シティを目指して、おそらくこっちだよね、進むべき道は。202番道路で、コウキさんがいたね。コウキさん喋りに来てくれた。で、行って、ポケモンの捕まえ方のコツ。もうバッチリ分かってるのかな？コウキさんがポケモンゲットの流れを教えてくれたので、それはそれとして先に進みましょうと、誰が出てくるかな？ピッパだ。ピッパはもう捕まえたので、ここは逃げるで先に進みましょう。あ、ここで初バトルになるかな？君もポケモントレーナー、僕もポケモントレーナー、目があったからいざ勝負。短パン小僧かな？短パン小僧っぽい見た目をしている。短パン小僧のゆうたくんが勝負を仕掛けてきました。ムックルだね。ではでは、ここはシアンくんでいきましょう。まだね、この虹色パーティー縛りだからといって、戦闘が大変だったりはしないんじゃないかなと個人的には思っております。ただね、2人手に入れたところだからね。電光石火が来ちゃった。でもちょっとシアンくん体力厳しいかな。いや大丈夫。いや、ここはまだね、何も考えなくて大丈夫だと思っております。大丈夫かな。多分向こう1人だけだったもんね、ポケモン。うん、1人だけだからなんとか大丈夫だと思うんだけど、これはもしかしたらこの戦闘が終わったら回復しに行かないとちょっと厳しいかもしれない。体当たり来ちゃう。大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。シアンくん倒れちゃった。レベルをね、上げていないからシアンくんが倒れてしまったんだけど、アンバー入れててよかったんじゃない？よかったんじゃない？ただ、レベルが2だからちょっと不安。ちょっと不安だけど、なんとか勝っていけるんじゃないかな。体当たり、体当たり。いや、もう一回。もう、あと1回か2回ぐらいで。大丈夫？大丈夫かな？初戦闘で、初手で負けるのが辛い。大丈夫。なんとか勝てましたね。アンバーくんがレベル4に上がりました。よかったー。強いじゃん。そんなことないよ。ちょっとギリギリでしたね。初戦闘がギリギリだったのですが、一旦これは体力が厳しすぎるので、帰りたいけど女の子がいるので、迂回して帰りましょう。よし、きちんと回復ができましたので、次に進みましょう。ちょっと厳しいのかな？でも最初はこんな感じでもなんとかなってほしい。コリンクだ！コリンク出てきた！この子は電気タイプだから、ちょっとこう、レパートリーが増えるので、技の捕まえていきたいと思います。ただちょっと、パッと見、水色かな？水色、いやでも水色だったらシアンくんと被っちゃうから入れてあげられないのか。お体が黒みが強いからもしかしたらそもそも水色パーティーには入れないかもしれません。ここはちょっとわからないですが、モンスターボールを投げて、捕まえたら得点をしていきましょう。被っちゃいけないのつらいな。シアンくんがもうね、青のポジションを持ってるからね。よし、コリンクを捕まえました。ではでは、早速ですが、シアンくんが水鉄砲を覚えて水技が使えるようになりました。ではでは、早速じゃなくなってしまいましたが、測定していきましょう。測定結果はこちら。緑と青にばらけてしまっているので、そもそも虹色パーティーには入れないことがわかりました。なので、私、普通にプレイしてるんだったら、ムックルとかコリンクとかこう、最初の方にパーティーに入れる子たちが今回使えないことが分かりました。ボックスに速やかに返していきましょう。さてさて、5リンクをパソコンに返して、体力も回復したので、今度こそ次に進みましょう。見つかっちゃった。トレーナーさん見っけ、ポケモン勝負お願いします。この子はミニスカートちゃんかな？ミニスカートのルミが勝負を仕掛けてきた。リパだ。これは大丈夫かな？向こうがね、一匹じゃないのがちらりと見えたんだけど、2匹だね。でも、シアンくんが水技を覚えたので、タイプ1、ちょっと戦いが楽になるんじゃないかと思っております。他のビッパちゃんは女の子だね。シアンくんの、やっぱりこうタイプが一致してるから、ちょっと威力が強いのかな？それともレベルがちょっと1個上がったからなのかなはわからないけれども、続いてもビッパなので、そのまま戦っていきましょう。同じくレベル3だね。同じで大丈夫かな。水鉄砲で戦っていきましょう。大丈夫。体当たりぐらいなら大丈夫。よし。では、これで勝たせていただきますわよ。よし。ミニスカートのルミちゃん。ここは、シアンくんがレベルアップしました。アッパーくんはそのままだね。叶わないよーって。ちょっとこう、動きが可愛かったんだ。ポケモンの元気なくなったよー。ポケモンセンターに行かなきゃー。そうだよね。こまめに回復することが大事です。そして、誰が出てくるかな？ムックルだ。噛んじゃった。またバトルだね。僕とポケモン勝負しよう。僕が勝つけどね。あなたも短パン小僧じゃないかな。短パン小僧のかつみくん。勝負を仕掛けてきた。コリンクだ。コリンクは、どうだろうね。水鉄砲がいいかな。はたくの方がいいかな。威嚇されてる。威嚇されてしまったけれども、ここは、水鉄砲で行こうかな。でも、普段の自分のね、最初の方でポケモンゲットしてパーティーに入れていくことを考えたら、もう今の時点で4匹ぐらいにはポケモン持ってるのが通常だから、今2匹しかいないのがちょっと不安になっているところです。が、なんとか、ちょっと電気技もなんとか、シアンくんは耐えてくれたので、勝っていけましたね。すごいね、君。言ってくれて。では次に進みましょう。みんなと勝負すると楽しい。いろんな人と戦うぞ。ここはこの人は、あれかな？今のところいいかな？一旦、ことぶきシティに入りましょう。コウキさんがいたね。コウキさんは、やあメイ、どれだけポケモン捕まえた？それじゃあまたね、ポケモン図鑑頑張ってねと言ってくれているので、ゴロにお届け物を私にトレーナーズスクールに行きたいのですが、その前に回復をしておきましょう。そして、お伝えそびれていたのですが、私が勝手に言ってしまっていることなのですが、ポケモンの回復の音、これはちょっと特殊に私聞こえております。はい。では、ここでやっていきましょう。ピンピンリコピンに、聞こえませんか？聞こえないかな？ちょっとね、これはもうピンピンリコピンと呼んでいきますので、お願いいたします。ここは、誰だろう？フレンドリーショップの方？申し訳ございません。現在準備中です。トレーナーズスクールではなかったね。ここか。見えてないぞ。トレーナーズスクール。では、ここで、ゴロに、お届け物を渡していきましょう。じゃなー。もう行っちゃうのね。もう行ってしまうのね。楽しみ。この人戦おうと思ってたけど、戦わなかったので、水薬だけゲットして、次に行きましょう。もう、ここはすること違うね。なんかあるね。おじさんだ。おや？あなた、ポケモントレーナーなのにポケッチを持ってない？にいる3人のピエロを探し出してね。そうすれば、君にもポケッチをプレゼントします。ポケッチって何ができるんだっけ？ちょっとしっかり覚えていないんだけれども、とりあえず1人目がここにいるね。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。